こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、目立つ目立たないっていう話になってきましたけども、例えば少数民族ロヒンギャっていう問題があります。このロヒンギャ問題については、詳しくはね、検索して調べていただければいいんですけども、少数民族の、話なんですよ。で、その少数民族ロヒンギャっていう民族が、自分の定住地を追われてですね、今非常に苦しい状態にいると。で、これは国際社会がそういった問題を認識して問題視して多くの人に知っていただくことによって、これからどうするか、どこに受け入れるべきか、どのように権利を守っていくかってことが話題になって、そして私の耳にも入るようになったんですね。それからですね、コンゴっていう国があります。コンゴっていう国は内戦を繰り返してるんですよね。で、内戦がなんで行われているかっていうことなんですけども、実はね、このスマートフォンの中に、電子機器の中に入っているレアメタル、そのレアメタルがね、かなり鉱山として発掘されるんですよ。ですんで、その利権を守って、利権をめぐって戦闘になってるんですよ。その7割ぐらいが少年兵っていうね、そんな現実もあるんですよ。とてもではないけども、そのコンゴっていう国ではですね、平和に暮らすとかないんですよね。常に戦火なんですよ。今この時代に国民同士が争っていると。なんで争ってるかっていうと、海外からレアメタルを取りに来た人の利権によってね、動かされていて、そしてその利権を動かすために武器までね、海外から入ってきてるんですよ。で、怖くないですか？私たちが気軽にスマートフォンを買い替えてますけども、その都度その都度、コンゴという国では人が人を殺しているんですよ。すごく人権も蹂躙されています。でもあんまり知られてないんですよね。日々スマートフォンを使う日本人は特にこういう問題知らないんですよ。知らないと何が起きるかってことですけども、私たちは間接的にコンゴという国のその戦争に加担しているってことになります。私も同じです。知ることによってこれじゃいけないなと思うことができるんですよ。コンゴの人たちの幸せが、人生が、私たち遠く離れた国民、日本人によって、そして先進国の人たちによって、かなりね、害されているってことなんですよね。特に少年兵とかいう問題があるんですよ。10歳ぐらいの男の子が誘拐されて、で、誘拐元の家族は皆殺しにされて帰るところをなくすわけですよ。そしたら10歳ぐらいの少年はもうね、誘拐された先の組織で養ってもらうしかないんですよ。で、自分が武器の使い方を覚えたり、武器が扱えるようになって上手になったりすると、その組織からは喜ばれて、いろんな仕事を与えられるんですね。だからますますそこで活躍するようになるんですよ。人を撃てば勲章、人を殺せば喜ばれ、実績になると。そんな人生をいつの間にか平和で優しい家族に包まれた少年が10代を超えて踏み入れてしまうんですね。で、全て自分たちが使うレアメタルのためではないんですよ。どこの誰かが知らない人が使うためのレアメタルによって国民同士が殺し合うという、そういうふうな現実があるわけですよね。どうですかね、このコノンゴの問題とか。こういうことって知られたから考えるきっかけを私たちに与えられるんですよね。人の命が苛まれてる。もう一つ、ジェノサイドって問題もありますよね。ある大国によって少数民族の国がもう迫害を受けていると。それこそ皆殺し計画にあってる、洗脳されているとかね、人工中絶を強要されるとか、そういう問題が今100万人単位で起きてるんですよね。さあ、今回何が言いたいかというと、困っている人ほど知られなければその問題が解決にすら向かわないということです。そして人の権利を害する人っていうのは、そのことを知らせないように、知らせないようにするんですよ。言論封殺したりとかね、情報網を遮断したりとかするんですよ。実際にこの地上で行われていることです。結構大きな話題になりましたけども、困ってる人ほど知らせていかないと助けれる余力のある人に出会えないわけなんですよ。ちょっとイメージとしてはですね、小高い丘があります。小高い丘がね、そしてそれを取り囲んで全ての人がいます。
で小高い丘には旗が一本立ってるんですよ。でそこに行って誰が何を言っても自由なんですよ、ね、どうですかね、あなたは行きませんか、そこに。その丘の上に行ってその旗の元に立ってね、みんなが見てます。困ってるんですと言うと、その周りにはいろんな人がいます。いろんな人が見てます。情け深い人とかね、銀行強盗とかね、喧嘩が好きな人とか、愛にあふれた人とか、お金が余っちゃってる人、いろんな人がいます。助けてください、困ってますということによって誰が来るか、助けたいという人が来ますね。その可能性が少なくとも出てきます。まあ、だから小高い丘の上で何かを叫ぶ人にはお金が集まってきやすくなるってことだと思います。商品がありますよと、私にはこんなことができますよ、あ、じゃあお願いしますみたいなね、知らせることによってそういうことが起きます。自分は苦しんでいます、痛いんです、あ、自分は医者なんで治しましょうかってこともあります。自分は権力を持ってるんで、あなたの権利を守りましょうか。自分は法律を作ってますんで、あなたを法的に保護しましょうか。そういう人も現れていますね。で、中にはですね、俺は金持ちですよと、もっともっとお金をくださいっていう人が旗の元に立つかもしれません。誰が言っても自由なんですよ。でも私としてはね、自分の状況が一番困っていて自分ではどうしようもない、誰か助けてくれませんかっていう人がその旗の元に立ったら、それはどうかなと思うんですよ。はい、じゃあ結論、目立たなければ何も始まらないです。私はここにいるよと言わなければ、ぜひね、小高い丘の旗の元に立って自分の旗を振ってもらいたいと思います。それに気づいた人、気づく人はみんな気づきます。徐々に気づきます。みんな旗の振りが大きければ大きいほど、旗を振る回数が多ければ多いほど、人はよそ見をしているかもしれません。隣にとって話しているかもしれません。ふっと見た時に旗が振られていなかったら気づかないんですよ。旗が振られているから、あれ、なんだあれはっていうのがアクセスです。旗を振る回数がコンテンツの提供の回数ですよ。こう考えたらいいんじゃないですかね。では本日は以上です。